だから今回あの高松盆栽の里フェス2023の、まあ、宣伝盆栽球さん来てくれることで平松春松園の平松浩二さんの園にお邪魔しております。こんにちは。はい、久しぶりです。1年ぶり。1年ぶり。国風の時にそうなんか楽しそうで楽しいいいですね。僕もあれ混ざりたかったです。あれ我らがビッグボス、ビッグボス、ね、違うし、ね、大きい大きいです。本当大きいです、ね、背は僕の方が大きいです。人間としての大きさが全然違う。器が違います、ね、違う。こんなんやん。いつもながら素晴らしい木が相変わらず鎮座してますけどね。ちなみにこの1って、うん、去年移したやつですかね。去年移したっけ。こんなにね入ってなかったんですよ、こういうの。そう、多分これ去年のやつあると思うんで、ああここからまた作ってくるってことなんだよね。これからほらこう原型作って今からが盆栽としての歴史が始まるんで。歴史の1ページ目ですね。まだあ、そうそう、こっから100年、200年、300年ってずっと。いやー、とんでもない気になっちゃいますね。これ中削ったってことですよね。まあ、あのうち弟子と一緒にな。すごい、なんか硬いんですよね、1位は。1位はな、硬いんよ。ね、火が出るけん、ボーって煙が、特殊な道具でないとね。あ、まあ、いずれね、作風展ぐらいに飾って、もう1回ぐらい針金かけたら結構完成に近いぐらいですかね。うん、3年ぐらいかけて枝数増やしてな。はいはいはい。あ、まああとは去年もあったんじゃない。これあったんですか。これはないけど ね、まあ、これすごいですね。あったりなかったり、あったりなかったりね、うん、今年は暑かったけんね。そうですね、うん、管理難しかったですね今年。うん、まあこんな感じでね。まあここもほらお客さんの手入れがずっと溜まっとるやつやから。あ、これもみんなお客さんの、スイスの俺の研修生が針金をかけたんや。うまいですね。うまいんよ。今いるんですか、その。いやいや、おるよ、スイスに。あ、スイスに。そう、この子上手な、ルカタンブル、ルカタンブレロ。そうですね。今はもう海外の方を受け入れてるんですか。あ、そうそう、まあ今はねちょっと時期で外れとんで、10月の末からもうずっと、うん、ブラジルから始まってスペイン、オーストラリア、アメリカ、まあいろんな人が来てくれるんで、すごいですね、うん、今はちょっと研修生受け入れてるところってあんまりねないから。そうやな。しかもね、世界の平松さん、いやいやいや、それは教えていただけるなんてね。まあ材料いっぱいあるんでね、高松は、うんうんうん、もうそれが一番、う、ね、うん、材料がないとね教えられるので。あ、まあ、高松のメリットは材料がもう死ぬほどあるっていう。そうですね、うん、死ぬほど勉強ができるっていうところが、うん、一番のメリットなんで。なるほど。さあ2回です。まあ2回な、今年は暑かったけんちょっと作乗りが悪いやつもあるけどね、うん、まあなんとか無事に夏は越えたんで。これね、こんだけいっぱいあるっていうのが、これはまだこれから。これ原木よ。原木、ここが原木ゾーンですか。原木ゾーンもいっぱいあるけど、まあ、作ったやつ、作ったやつはそこ、ほら今あっち、うん、また体感点とかね。あ、体感点、花風点、国風点持っていくやつ。ちなみに盆栽の里のフェスには、うん、この暗さ持っていかないですか。持っていかんのよ。あそこほら棚場が個人のね、あの借り取る棚場が少ないんで、うんうん、まあぜひ盆栽の里から近いけんね、ここね。そうですね、うん、車で5分ぐらいで。そうそう、みんな盆栽の里行っていろんな盆栽園を巡るっていうのがね、まあ高松の醍醐味やけん。じゃあ流れで来てください。そうそう、流れで来てくれる方がね、うんうん、手数料いらんのあれですよ、ここで期間中は売れても上納ですよ。上納期間中は売れても上納。まあでもな、やっぱりほらあそこに並ぶはほんの一部やけんね。そうです、抑えに巡って自分のお気に入りを探すっていうのがな、やっぱり楽しみなんで。盆栽の里フェスタ来られたらね、わざわざ来たんだったら、うん、いろんな縁まだありますけど、平松さん家は見といた方がいいような気がする。そんなことないって。これ見れるのはなかなか貴重だと思いますよ。
このサイズのこのレベル抜きはなかなか見れないですね。だっていろんな盆栽即売会でもこのレベルがあるのはもうその園に数本やと思うんですけどね、うん、そんなのがいっぱいあるんですからね。まあお客さんの手入れが、あ、手入れもある、そう、もう当然あるんで、あ、今一生懸命制作中、制作中です、うん、こんなの一つ作るんでも結構時間かかりますよね。それはこれを育てるもんの、俺らはこれをほら最終仕上げするんで、はいはい、ここまでする人が天才よ。まあまあ、いや、まあどちらもすごい、俺らは職人、どちらもすごいと思いますけど、俺らは簡単な、こういう材料を作る人が天才だ、ほんまは。あれ誰でもできないですよ。ちょっとご謙遜されてますけど、ね、いやいやいや、できるんよ、1年に9ヶ月ぐらい針金の練習を30年間したらね。30年できるんよ。軽くすごい時間を見ました。それだけやればできると。そうそう、やればできる。でも本当この素晴らしいのやっぱ見るとね、なんかふわっとこう心がね、ざわざわといい感じにこう動かされます。本当に、うん、見に来た方がいいと思います、ね、で買われたらさらに平松さん喜んでくれる。喜んでくれるんで、平松さん喜ばそうと思ったらぜひお買い求めお買い求めくださいね。写真だけで買っちゃったらね、すごく喜んでくれます。もう孫が2人3人目できるけん大変なんやけど。これからちょっと焼肉食べて、この後サプライズ動画があります。あ、盆栽職人閉じた。あ、撮ってる。ずっと撮ってきたんですか。こそっと撮る。元気ですか。おかげさまで元気でやってます。でかくなってた。本当ですか。なんかイメージよりちょっと大きい気がする。本当ですか。ああ、そうだ、はい、テスターですよね。テスターの宣伝で来ていただいて、ありがとうございます。いや、去年以上に盛り上がったりですね。まだその、はい、切り替わってないですよ。もう切り替わってない。ご飯食べて、その後じゃあ、外、ちょっと紹介するのを手伝ってください。ああ、わかりました。ああ、お庭ですか。僕、酔っ払っちゃってる可能性があるんで。あ、OK、はい、あ、そっちの方がいいですね。夜の方がライトアップして。夜の風景を、はい、ぜひ。すいません。はい、はい、暗くなりました。これ撮ってるんですか。撮ってます。そのキュー的なのはないですか。キュー庭、はい、ライトアップしたんで見ましょうか。完成前ね、1年前はなかった。そうですね、ものができてると。1年前どんな感じ。もうほんとさらちみたいな感じでした。さらちでした。こんなすごいのができちゃってるんですよ。この昼はまあまあ昼はでいいんですけど、はい、このライトアップした感じもね、ね、いいですよね。やっぱここまで作るのは大変でしたか。そうですね。まあ僕はほぼ何もやってないんで。だから掘りましたよ、あのこの木、僕上に、はい、すごいんですよこれ。これはでもここはまだ完成じゃないのかな。防水枠まだ完成ではないと思う、ね、はい、さっきなんか芝を張るかどうかみたいな。そうなんですよ、ここ今こう土になってるんですけど、はい、ここに芝を張るかどうかっていう、ね、夏が暑かったから、あ、草のまた掃除がありますよね。そうですね、大変ですね。手芝ここは池みたいな。これはわざと溜めてるの。わざと溜めてます、ね、これちゃんとなんか こっから水が垂れるように傾けてるらしいですよ。削ってるんだね。すごいじゃないですか。ありがとうございます。成し遂げましたね。僕のあれじゃないですね。本当はここボスが立ってるはずなんですけど、ね、あの急遽代打ということで、代打ということで、急をご覧の皆さん、はい、ボス登場を心待ちにしたと思うんですけど、はいはい、もう少々お待ちください。どっかで出ますよね、今回。いや、もう出てます。あ、出てます。あ、すごいですね。夢ありますよね、でも。そうですね。ね、まあ、こう盆栽の業界でこういうの作れる人ってなかなかいないと思うから。本当にこう、まあ、これ作ってくれた人もそうですけど、まあ、ボスの知り合いの方で、うん、でこの石とかも用意してくれたりとか、まあ本当なんですかね、人のつながりでここまで綺麗に仕上がったというか、
か、うん、さすがです。さすがです。いやでも来年また来たら違うんでしょうね。違うかもしれないですよね。それこそ芝とかあったらまた景色が変わりますし、うん、別にあのお金も取ってないんで、うんうん、もうあの高松ちょっとフラッと来た人庭みたいなって見に来ていただいても大丈夫ですし。あ、そうですか。はい、じゃあぜひぜひ来ていただいてですね、盆栽の里のイベントでね、そうですね、来た人がついでにこう寄ってくる、そうですね、そしたら多分会場にいないトシさんがいるみたいな感じですか。そうですねですよね。僕は多分こっち待機なんで、そういるとは思います、はい、だからもうフラッと来ていただいて、はい、もう楽しんでいただいて、でこの今のねこのちょっと涼しい感じがまたいいんですよ、ね、あ、時期的にもね、ちょうどライトアップの時間がまた涼しいので、うん、そう時期的にいいんで、これチャンスですね。チャンス、はい、なんかベンチとか置いてほしいなとちょっと思っちゃった。なるほど、そこで一杯飲めるぐらいとかいいですよ ね、 そうですよね、夜ほんとそうですね。ね、まあ、言っといてくださいボスに。わかりました。タクさんからこういうちょっと案をいただきましたと。じゃあ最後ボスに一言もらって終わりましょう。そうですね、もう、はい、お願いしますよ。お前行けば演者的なこと言われたんで、はい、最後はボスできちっと締めていきたいって、はい、あ、そうですね、最後はボスが締めるっていう。ボスがマジか、はい、締めてくださいいや、すごい。いや、映っとん。いや、暗いっす。暗いやろ。今日はまだいい。ほんまじゃ。はい。どうですか、これ作った感想というか。感想か。ダメだっていう。まあ、俺の感想より来た人が楽しんでくれるんがね。なるほど。俺らの商売なんで。俺らが自己満足してもしゃあないんで。まあ、来た人が楽しんでくれるようなものができたらなって作ったけど、まあ、今からね。まだまだ、まだまだ、まだまだ。うん。ということです。うん。ぜひ来て。はい。ありがとうございました。ありがとう。はい、佐藤くんがほとんど調のにたまにすぐ僕が取られるって。ええとこええとこ。食べてるとこ。そうですね。食レポをお願いします。牛タンいただきます。俺だったらさ、あーってやったらそのおでこにペチャンって。あーって。熱い熱い熱い。お味は？あのプリプリっとして、まあ、しつこすぎず。何食べたんですか？そうなんだ。あの牛のベロです。牛のベロ、牛のベロ、ジューシーな、でも脂っこくもなくて、パサつきてるわけでもなし、長い、はい、美味しいです。牛のベロって、とっても美味しいです。たくさんオリーブ牛、ありがとうございます。このオリーブ牛のアップで、はい、美味しそう。日本一の焼肉店に今来てます。いや、ほんまに美味しいやもんね。ね、もうだってこれ以上の味も。お店の名前は福の屋。福の屋さん。ぜひ来た方は福の屋さんの焼肉を食べてください。うん、うどんも、うどんもうまいらしいです。うん、これはね、予約したんですよ。福野さんね。ぜひ予約をして、盆栽球を見たといえば、何の、何のあれもない。ありがとうございます。